ここは？ええから入れ。ちょっと。座れ。ここって。倉庫や。古いソファーやらそこら中積まれとる。うろうろしたら怪我すんで。あの、何があったんです？なんで私がこんな。そりゃこっちのセリフや。ヤクザ連中が名指しでお前狙うとる。心当たりないわけないやろ。そんなこと言われても。牧村誠という名前はテレクラの女どもによう知られとる。そいつはコウモリの入れ墨の男を探しとるらしい。その牧村誠はお前なんか、それとも名前語っとった店長の方か。それはお前なんか、まあ、せやったらそれがヤクザに追われとる理由か。知りません。私は何も。あなたは誰なんですか。あ、俺か。しょうもない男や。え？人一人殺すこともできん。最低の。最低の何？殺し屋や。嘘。牧村誠を殺せとだけ言われたんや。相手が目の見え女とは知らされんかった。けどお前を狙ってたのは俺だけやなかった。お前って何者なんや。コウモリの入れ墨言うのは何や。なんでそいつを探っとった。いや、リーさんはリーさんに会わせて。あの店長はお前さらいに来てヤクザに撃たれた。撃たれた。でもさっきはすぐ会えるって。安心せえ。あの男何者か分からんが、撃たれる時ちゃんと急所外しとった。あの出血ならしな。本当に用が済んだらあの男に会わしたる。けどその前に知ってることを洗いざらい話してもらうで。牧村誠。私を殺しに来たんなら、お前は。どの道お前行く。せやけど、コウモリの入れ墨、そいつがヤクザ。コウモリの入れ。あ？リーさんに聞いてください。本当やろな。その話もっと早い言えや。え？いくら急所外しとっても銃で撃たれたんや。あなた、嘘も方便ちやつや。ええか、死にたなかったら。おなんだ。まあ想定の範囲内やな。わしをただの張り師と思わん方がええで。ゴッドハンドやさかやな。
ああ、あかんあかん。そんなの通るわけねえるが。そのとん、当たりや。お前、あんたもわ怪我人にしちゃ元気そうにしとるやねが。アホ抜かすな。死ぬほど痛いわ。腕が動かへん。あんたと変わってやりたいわ。あんた、あの女がどないなったか聞かんのか。マットが死んどったらわしを探す理由なんてあらへん。生きとんのやろ。お前、まだいっぺんも人殺したことないな。顔見りゃわかるんやで。一線越えんで踏ん張っとるっちゅうとこや。人を殺せん男がなんで殺し屋なんかやっとるんやな。顔を見ただけで何がわかるっちゅう。ホンドレみたいなアマちゃんが生きったところで誰もビビらんでいい。わしにはわかるんや。なんでも。それるんや。悪いな。まことは怪我しとらんのやろな。なあ、女は無事や。安心せ。そうか。下手打った殺し屋がやっ言うとくけど、俺以外にもあの女狙ってた。それいや、そんもんさあ、どうやろな。リサ、大丈夫だったか。応援かき集めてきたよ。そいつ、リサ狙ってる。なかなか楽しかったで。まだ話は終わっとらん。俺が敵か味方もわからんやろが。それでもやるんか。敵か味方かわからんのやったら殺した方がマシや。それがこの町の中国人の流儀やで。聞く耳持たんちゅうわけや。お前ら遠慮はいらんで。ぶちかましたれ。なるほど。あんたらの島を荒らす気は。まこと。なんでそれに行け。まこと。あの女。あの子。どういうことや。あの子はな。何。まことは2年くらい前、初めて住み込みのホステスやったり、いろんな職を。せやけどそれは。そ。格好のいい。せや。マコトに近づいてきた悪い男がおってな。あの子が逃げられんよ。そいつは金や。金に決まっとるやろ。そっから毎日あの子が朝から。ただあの子の目が見えんようになったのはそれが原因や。火もささんような暗がりで、あの子が自分の目で最後に見たんが。結託そ悪い話。そんな誠。あんたらはその復讐のためにこう。誠は自分と同じ目に。なんやったらわしが確実に。けどこれで分かったやろ。言うてもコウモリの入れ墨は街で自分の顔。そいつが今誠の狙われとる理由とは思えん。せやったらおっないな。あの女は小福町通りの。お前
誠のことを殺さんで、それに誠も結局代わりの殺せやったら逃げきれんこと。一つだけわしらもお前、せやけどそれは劇薬地味と、あんたの協力も。俺の協力、せや、ただで、どの道このやるかやらんか聞いとるんや。ええやろ。そうか、わかった。え？わしには急いでや。何する気ないや、あんた。目処がついたら教える。それまでは秘密。ほんまか。飲み代は心配。わかった。マジンマ。おとなしくしとったか。無事や。あいつは一発二発撃たれた。そっか。でも、ああ、長いこと、いや今も似たようなもんか。けどコウモリの、そう、辛いこと思い出させたな。少しやけど、俺は片っぽだけやが目が見えん。お前に比べたら天国みたいなもんやるけどね。こんなん言うても、ああ、そのああ、せや、腹減ったんとちゃうか。アホ、大丈夫なわけないやろが。腹減っとる。すぐ食うもん買うてきたる。なんや、やっぱり腹減っとっ。おう、買うてきたで、たこ焼きや。少しはおち、うん、それでええんや、人間。あの、あ、あなたは、うん、そのか、ああ、そんな、もう一つの目は残っとる。かわいそうな。あおか、お前の方が。私の目は心因性だから、いつか治るか。そうなのか。でももう慣れとる。そない不自由しとらんわ。男前な目が揃っとったらな。お少しは。うん、何やお前、時計しとるんか。え、うん、見えへんのに。せやから。わかってるよ。でも、うん、今はならない。だって時計が壊れてるから。なんやね。でも捨てられないものってあると思わない？他人、目が見えなくなって。だからわかってるよ、そんなもの必要ない。それを捨てちゃったら私は。お前、でもわかるで。え、捨てられんかったら持っとりゃええ。持っとりゃきっといつかええことある。
いつかいいこと。うん、どないした。やっぱり違うよね。そんなものにこだわってるから、いつまで経っても私には現実が見えてないんだ。おい、そうやない。お前が必要やと思うんやったら必要なんや。本当にそう思うんやって大丈夫、私強くなる。強くならなきゃ。せや、それが済んだ。どこか行くの？そろそろ仕事の時間なんや。佐川って名前に聞き覚えあるか？近江連合の極道や。そうか、けどあなたは似たようなもんやな。登場。あ、いや、じゃあ大丈夫。本当に？お前、ほな。